ってみろ。そんな余裕で大丈夫かしら。厳しい戦いになる。熱そうね。体を開けてあげようか。気に付く。勝てるわけないでしょ。熱そうね。風穴開けてあげようか。そろそろ終わらせるか。すまない。勝ってみろ。あります。厳しい戦いになる。来た。そうね、覚悟して。風を開けてあげようか。あるべき場所。熱そうね、風を開けてあげようか。来世で会いましょう。勝ってみろ。亡者たちの呼び声が聞こえますか。厳しい戦いになる。させないわ。覚悟して。同士の争いなんて厳しい戦いになる。ごめん。熱そうね。それに決めるのは無理だ。うわあ！しつこい。熱そうね。それに決めるのは無理だ。勝ってみろ。
き場所。熱そうね。語るわけない。風を開けてあげようか。そう。すまない。ここが鍛冶屋なのか。そうだ。依頼さえあれば何でも作れる。何でも作れるだって？私の手にかかれば何だってな。ところでここにはなんとかコアっていうものがあるってモナに聞いたんだけど。ああ、イグニコアのことか。サキュバスにも広まったようだな。そのイグニコアってどういうものなんだ？チャイルドに限界を超えた力を与えるものだ。限界まで成長したチャイルドにイグニコアを与えると新たな境地に達することができる。なんだって？すごい力じゃないか。な、でも限界を超えるってことは代償があるんだろ？お前は無から有を生み出せると思うか？いや、神じゃあるまいし、そんなことできるわけ。そうだな、神にしかできんことだ。だが、私たちは一介の悪魔に過ぎん。無から有を生み出すためには、素材が必要だ。どんな素材が必要なんだ？コア素材とチャイルドだ。やっぱりな。そんなことだと思ったよ。チャイルドに限界を超えた力を与えるために他のチャイルドを生贄に捧げろってことだろ。ただの抜け殻だ。限界を超えた力を与えるためには新たな抜け殻と新たな魂が必要だ。新たな魂？そうだ。コア素材とチャイルドを合成してイグニコアを作り、チャイルドの無意識に存在するクリフォトにそれを装着するんだ。神のように無から有を創造することはできないが、神の真似ならできるというわけだ。なんで悪魔が神の真似をするんだ？ふぬけたことを言うな。まるでどこかの誰かだな。なんだって？アンズルより産むが安し、成長の限界に達したチャイルドにイグニコアを装着してみろ。だが一度装着したイグニコアは解除できん。どのイグニコアを使うかは慎重に考えろ。ちょっと待て、絶対さっき失礼なこと言ったよな。うるさいやつめ。気づいた。ついに私の手でイグニコアを。僕も君ほどじゃないけど結構長生きしてるんだ。だから知ってることも結構あるんだよ。多分君には想像もつかないようなことをたくさんしてしまうよ。ヒヨミの花を何に使うつもりですか？またそれかい。君も本当に飽きないね。僕は前にも言ったはずだよ。君が知る必要はないって。今、僕が君から聞きたい言葉は黄泉の花じゃない。君が前に教えてくれた黄泉の花がある場所について聞きたいんだけど。黄泉の花がある場所を教えたことなどありません。柳同士、まさかまだ寝ぼけてるんじゃないよね。
死んだものを生き返らせるためには黄泉の花が三本必要なんだってことまで教えてくれたじゃないか。なんて言ったかな。大花、随花、生き花。よく来たね。しばらく火事場に閉じこもったままでちっとも姿を見せないから心配したよ。失敗したんじゃないかと思ってさ。言い過ぎだぞ。その様子を見ると進展があったみたいだね。ああ、おかげさまでな。僕、役に立っただろ？ああ。黄泉の花については、僕じゃなくて柳同士の手柄が大きいけどね。そうか。感謝する、柳同士。でも、エクソシスト協会の本部から、カバラの書を持ち出すのに苦労したよ。そうなのか？ゼメレーからは楽しんでいるように見えたと聞いているぞ。ゼメレーってばそんな風に言ってたのかい？ああ、楽しかったよ。でも、今はこいつと遊ぶ方がもっと楽しいかな。そうだな。これ以上は邪魔しないでおこう。私もやることがあるからな。これから忙しくなりそうだ。お前との約束も守らなければならないし。頑張った甲斐があったよ。ついに完成したぞ。美しい。この輝きは洞窟の中からでもあの山を照らすことができるだろう。あの一番高い山でもな。ここが鍛冶屋なのか？何が望みなんだ？そんな余裕で大丈夫かしら？厳しい戦いになる。ご利用そうね、風を投げてあげようか。それで勝てると思ってるの？すまん。俺に勝ってみろ。勝ちそうね、覚悟して。風を投げてあげようか。うっとうしい。勝てるわけないでしょ。熱そうね。覚悟して。ハザード開けてあげようか。すまない。
ゆえ風穴開けてあげようか。勝てるわけないでしょ。あるべき場所へ。見くびらないで覚悟して。熱そうね。来世で会いましょう。風穴開けてあげようか。舐めないでください。悲しみの海に沈みなさい。悲しみ。
みんな、ごめんね。ビブラート、舐めないでください。すごいわ。消えてください。それで勝てると思ってるの？しつこいわ。ビブラート、勝てるわけないでしょ。悲しみの海に沈みなさい。それで勝てると思ってるの？そうか、私は。正義なのか。かけないで、かかってきなさい。運命のルーレットを回そう。どちらが正義なのか。いや。悲しみの海に沈みなさい。みんな、ごめんね。ビブラート。悲しみの海に沈みなさい。舐めないでください。消えてください。勝てるわけないでしょ。あなたの悲しみを見せて。舐めないでください。それで勝てると思ってるの？あなたの悲しみを見せて。しつこい。悲しみの海に沈みなさい。思ったよりやるようですね。終わらせるよ。それで勝てると思ってるの？舐めないでください。あなたの悲しみを見せて。そっか、私は。王者たちの呼び声が聞こえますか？運命のルーレットを回そうか。どちらが正義なのか。させないわ。負けない。そろそろ終わらせるか。覚悟して。負けない。来世で会いましょう。それで勝てると思ってるの？ごめんね。負けない。そろそろ終わらせるか。覚悟して。それで勝てると思ってるの？来世で会いましょう。鬼ごっこはおしまいだ。光が待っているわ。負けない。まだまだ。そろそろ終わらせるか。覚悟して。来世で会いましょう。それで勝てると思ってるの？光が待っているわ。そろそろ終わらせるから。覚悟して。来世で会いましょう。これが無限転身流よ。見くびらないで。そっか、私は。声が聞こえたの。運命のルーレットを回そうか。どちらが正義なのか。今度こそ。いや、光が待っているわ。これこそ王の力だ。熱い目に合ってみる。これこそ王の力だ。光が待っているわ。みんなに希望を。これこそ王の力だ。熱い目に合ってみる。今度こそ。光が待っているわ。怖くない。熱い目に合って。それじゃ終わらせようかしら。今度こそ絶対。光が待っているわ。これこ